三木俊英探偵機関呉田博士五人の命神経質の青年の階段自分は幽霊に取り憑かれている今から三年前のある春の日の日曜のことであった呉田博士は 助手の中澤学士を相手に海の方へ向いた自分の部屋で茶を飲みながら話をしているとそこへ下女の案内により一人の太った紳士に連れられて入ってきた212歳の洋服の痩せた青年があったこの太った紳士は広戸という神田錦町の弁護士で博士とは日頃懇意の間柄であるが青年の方は初対面の人であった で、挨拶が済むと、広戸弁護士は青年を博士に紹介した。えー、今日は先生にお願いがあって参ったのです。このお君は、カスガレイゾ君といって、ご存知の一年前に死なれた麹町三番町の金持ち、カスガ良介氏の霊息であります。ところが、この冷蔵ゾウ君は生まれつき神経質の方で、 物事を心配してばかりいるたちでしたが、この頃になってはいよいよ神経が高じてきて、どうも自分は幽霊に取りつかれているなぞと口走りましてな。ややともすれば狂人にでもなりそうな挙動があるのです。で、親戚たちが心配して、莫大の遺産を受け継ぐべき跡取りに万一のことがあってはカス家の一大事であるから。 病気の治るまでしばらく冷蔵君には財産を渡さず後見人を立てておこうと騒いでいますがその親切は実は上辺ばかりであってまったくは自分こそ後見人となって折があらば春日家の財産を横領しようとする親戚たちの企みであることは商売柄でこの私がちゃんと見抜いています そうなるといかにも冷蔵君がかわいそうなんですそこで一つ今日は先生のご鑑定を願って冷蔵君が果たして役に立たぬ精神描写であるかないかを決めていただきたいそしてよき知恵もあらばお借り申したいとこう思って堂々で参った次第でございますなるほど神経を病まれるのだね それはお困りだろう。と博士はいかにも神経質らしい青年の青白い目をじっと眺めながらこう言い出した何か幽霊を見るとかいうお話じゃが一体どんなものを見なさるのからええ確かに私には見えるんですと冷蔵君は少し顔をわからめながら そのためにどれだけ怖い思いをしているかわかりませんが幽霊などと申しても先生のような学者の方はお笑いなさるばかりですからいやいや決して笑いませんともかくも話してみなさるがいい話してみなさるがいいと博士は熱心に勧める 広戸弁護士も中澤学士も脇から勧める。そうですか。では、お話申しましょう。一応、初めからお話ししなくてはお分かりになりますまいから、少し長くともお聞きくださいまし。冷蔵君はお茶を一杯ごくりと飲んで喉を湿らしてから、さて静かに語り始めた。 あたかもそこに居合わせた例のイサム少年は、どんな不思議な話があるかと思わず耳をそば立てた。私は去年の春、早稲田大学の文化へ入学したのですが、ただいまもひろとさんからお話のありましたように、とにかく体が弱く神経質で困りますから、保養のために思い切って外国へ漫遊に出かけたのでございます。そして、 米国から英国へ渡り、欧州大陸を経まして、二国の港から日本行きの帰船に乗りましたが、地中海、インド洋とだんだん航行してまいって、英領の香港に寄港した時であります。その時、私は一つの指輪を手に入れましたが、そのために、とんだ迷惑を着ることになりました。指輪と申しますのは、 私が上陸して一軒の古道具屋の前を通りますと、ふと店先にあった金の指輪に目がついたのです。それはよほど重い金でできているらしく、それに大きなダイヤモンドがはめてありました。よほど立派なものですから、私はそれを母への土産にしようと思いまして、それにダイヤモンドがいかにも本物に違いないと見ましたから、 古道具屋の言いなり次第に100円で買ってしまいました。しかし、もしや偽物では困ると思いましたゆえ、同じ通りの一軒の宝玉店へ持って行って鑑定してもらいますと、これはなかなか大したものだ。ダイヤモンドばかりでも3000円の値打ちがあるというのです。 私はとんだいい掘り出し物をしたと大得意になって船に帰り、運転士や事務長などに見せびらかすと、案外にもみんな人を馬鹿にしたような笑い方をして。なーんだ、とうとう君が交わされたのか。その指輪はね、実は町の評判によると、五六日前まで一人の日本の水婦が方々の店を持ち回って、 いくらでもいいから買ってくれ買ってくれとせがんで歩いたものだそうだ何でもその水婦のやつめシナ人の船客からでも盗んだ品物で今更捨てるわけにもゆかず始末に困ってやっとその古道具屋に買ってもらったんだろうそれを君が100円に売りつけられたのだというのです 私も尺に触ったから。でも、宝玉屋に見せたら3000円の値踏みをしたがどうだ。と申しますと、みんなは初めてあきれ顔をして、うらやみだしました。すると、いつの間にかこの評判が香港の市中に知れ渡ったものと見えまして、いや、ジンの押しかけてくることくること。中にも欲張りのやつは、 私が戦中で盗まれた品に違いないから返してくれなぞと厚かましいことを言ってまいります。どうもそのうるさいことは一通りではありませんでしたから、私は二度と上陸せずに日本へ帰ってまいりました。戦室を覗いて消えたのは誰さあ、嫌気になってたまらない。 ところが、その帰る途中の船の上で不思議なことに出会いました。と思うのは、香港を出版してから二日目の午後のこと、私は船室の信頼の上に横になって小説を読んでいますうちに、うとうとと眠くなりました。一時間も寝たかと思う頃、ふっと目を覚ました途端、何気なしに見ますと、船室の戸が、 音も立てずにスーッと外から開くのです。そして一人の立派な品服を着た品人が中を覗き込んだのです。私はハッと驚いて飛び起きると、扉はまたスーっと一人でに閉まってしまいました。で、外へ出て探してみても、船室にも甲板にも品人らしい影も見えません。 全く魔法のように消え去ったのであります例の指輪の話を聞いてからシナ人という考えが自然に私の頭の中にあったものですからそろそろ神経をやみ出してそんなものが見えだしたのですかどうですかともかくもそのシナ人が幽霊だろうというのだねと博士は初めて口を挟む それだけでは一向不思議とも思われないね。そのチナ人というのも、あるいは船客であったかもしれない。あるいはまた船員であったかもしれない。冷蔵君は慌てて。いや、まあお聞きください。まだ話は長いのです。そこで私は無事に東京へ着きましたけれども、 私の神経質は相変わらず治らない。で、ごたごたした東京よりも、閑静な田舎の方が体のためによかろうと申すわけで、ちょうど私のいとこにあたる古田森男という者が鎌倉に家を持っていましたから、当分そこへ滞在することにいたしました。この家はいとこが西洋人に貸せるために建てたのですから、洋館風にできていました。 それがこの頃空き家になったので、いとこは一人の年寄りの女中を連れてそこで寝泊まりして、毎日横浜の銀行へ通っていたのです。ところが私が言っていますと、私より先にいとこの友人がいて、もう長いこと泊まっているそうですが、その人はト原大尉といい、何でも退職の海軍士官だそうです。ちょっと風采の立派な男でしたけれど、 だんだん聞きますと、海軍を退職させられたのも何か不都合があったからだそうで、四終相場なぞをやってあまり貧困の良くない怠け者らしく見え、私はなんとなく虫が好きませんでした。いとこがこの頃怠け出して不貧困になったのも、この男の感化じゃないかしら。なんだってこんな男と仲良くするんだろう、と怪しむくらいでした。 さて、鎌倉へ参ってから4、5日目のことでした。鞄をいじってみると、ふと例の指輪が出てきましたので、ちょうどそこに居合わせた、いとこと舎原とに見せました。二人は大層珍しがって、一体どこで手に入れたと聞きますから、私は指輪の由来を話して聞かせました。香港で100円で買ったのだが、 実は三千円の値打ちのあるものだそうだ。これは風雪によると、ある日本の水夫がシナ人から盗んで、香港の古道具屋へ売ったのだそうだ。そんな加減か、自分は神経を起こして、帰りの船の中で怪しいシナ人の幻を見た、ということを包まず物語りました。すると二人は、ははは、は そんなことがあるものか。君の神経だよ。と、その時は何気なく笑っていました。がおかしなことには、その日から以後というものは、両人で頭を集めては、時々こそこそと内緒話をしているのです。そして私の顔を見ては、さもさも気の毒そうな目つきをするのですけれど、そのくせ何にも打ち明けて話さない。 どうもその様子がかの指輪に関係がありそうなので私は気にかかってたまりません何かあれについて聞き込んだことでもあるのですかと尋ねても「いやこんな君の悪いことを話せば君はまた心配するだけだから話すまい」と言って2人とも人をじらすように口を閉じていました「君の悪い話?」 さあ、いよいよ気にかかってたまらない。それからまた四五日経ってからのある日、いとこが横浜に行った留守に、トネハラ大尉が東京からぼんやり帰ってきました。何でも相場で二三百円負けたそうで体操しおれておりましたから、ここぞと思い、どうです、トネハラさん。私がそのお金を貸してあげますから、その代わり、 隠している話をしてくださいませんかと言いますと非常に喜んで、では話そうというのです。話すには話すが、実はこれは僕が直接に見た話ではない。僕の友人に優先会社の新州丸の機関長をしている野崎という者があるが、その男から手紙で報告してきたのだ。 断っておくが非常に恐ろしい話なんだから、また神経を起こしたって僕は知らないよ。と言って、そこで残らず話してくれました。果たして例の指輪に関する話でしたが、僕は聞いているうちに真っ青に震え出して、ほとんど卒倒するくらいでした。 まあ、どんな話とお思いですか随分長い話ですが、さっとあらすじだけをお話しすれば、こうなのであります。オランダ汽船内における大犯罪、シナ人が絞り殺されていた。冷蔵君は、 一息ついてからまた話し出す。去年の夏頃のことですが、英領シンガポールの港に停泊したあまたの汽船のうちに、日本の信州丸とオランダの国旗を掲げた一つの汽船とが並んで停泊していました。信州丸の方は欧州から日本へ帰りがけに寄ったのですが、オランダ船の方は、 不幸にも航海中に他の国の汽船と衝突したとかで、その挙句海上審判所の裁判を受けねばならぬことになって無理にこの港に止められたそうで、ただ一人の年寄りの水夫が留水板として残ったほか、船員も船客もみんな上陸して船は空空きでありました。これに引き換えてすぐそばにいる新州丸の方は大層な賑わしさで、 上等室にもいっぱい立派な客が満ちていました。ことに一人、六十歳ばかりのシナ人の客がいましたが、ビビしい服装や贅沢な荷物などをたくさん持っているところを見ると、大分のお金持ちの商人に相違ないのです。ところが、このシナ人からして、一つの恐ろしい事件が起ころうとは、誰も夢にも思いませんでした。 この新週丸の水夫の中には、西部、岡部、中田という三人の悪い奴が混じっていました。ある日のこと、船内の料理部屋でこの三人の悪水夫が、王里というシナ人のコックとタバコを吸いながら世間話をしていました。しかるに、この王里もなかなかの悪党ですから、三人に勧めて、どうだ一番。 あの上等室にいる金持ちの品商人を殺してお金を取ろうじゃないかという恐ろしい企みを相談しましたそれには信州丸ではいけないからあの人のいない柄空きのオランダ船へ計略で連れて行って殺そうということに決まりましたそこで夕方ももう薄暗くなってから 右の三人は一歩先にそっとボートを下ろしてオランダ船に行き、流水板の老水夫をば酒に酔わせて眠らせておいて待っていました。そうとは知らず、品野商人は夕飯後一人で甲板を散歩していると、そこへオーリがやってきて、どうですあのオランダ船の中の模様は随分珍しかろうと存じますから、 ご見物にいらっしゃいませんかと誘いましたので、うかうかとその言葉に乗って、オランダ船へ行ってみました。と、四人の悪者は船内を案内するような様子をしながら、暗いところでたちまち商人を押し倒して、用意の綱でく切り殺してしまいました。さて、殺して海中を探ってみると、 大金を所持していると思いのほか、海中には金合石入りの金指輪より他なかったものですから、これが後に私の手に入ったものなのです。スイフラは非常に失望しました。が、オーリは、金はなくともそう落胆したまうな。この指輪を売れば大金になる。と言いますので、 ようやくそれを楽しみとして、まず露見せぬうちにと、早々本線へ戻って、そ知らぬ顔をしていました。酒に酔いつぶされたオランダ船の留水板は、ようやく翌朝になって目が覚めました。そしてその日の夕方になって、やっとシナ人が甲板に区切り殺されているのに気がついて、それから水上警察へ知らせるやら、 他の船へ聞き合わせるやら大騒ぎをしましたけれどそのころには信州丸はもうとっくに港を出版して2300マイルもこちらへ走っている時でしたからもとより下手人の指れようはずはありません金の指輪と死神のたたりとうとう3人まで殺されました こちらは四人の悪者です。取ってきたものが金ならばですけれど、指輪ですから立ち割って分けるわけにもいきません。で、くじを引いた結果、コックの王利が預かっていることに決まり、彼はいつもそれを懐にしまっておきました。四五日は何事もなく過ぎました。ところがそのうちに一大事が起こってまいりました。 ある、曇った夕暮れのこと。三人の水夫は、下の甲板でいつも通り、線具を片付けたりなどして働いていますところへ、王里は料理部屋を出て歩いてきましたが、にわかに立ち止まって、あれあれ、と、ただならぬ叫び声を出します。水夫たちは何事かと一度に振り向いてみましたが、同じく、あっ、とたまげて、みんな真っ青な顔色になりました。 彼らは果たして何を見たのでしょうか。彼らがびっくりしたのは無理もございません。走行の下あたり、ちょうど四人の目の前にありありと現れたのは、数日前にくびり殺したシナ人でありました。しかもそれが恨めしそうな顔をして、じっと瞬きもせずに四人を睨みつけているじゃありませんか。 四人はもうわなわなと震え出して逃げ出そうとする拍子に、そのナ人は右手を上げて、おいでおいでと招き寄せるような姿勢をしながら、ふっとかき消えてしまいました。するとどうです。不思議なこともあればあるもので、その翌朝まだ暗いうちに、かの王利の奴は、天井の釘に紐を引っ掛けて、 首をくくって死んでしまったのです。さあ、三人の水夫たちはまたびっくり。けれども、他の仙人の騒がぬうちにと、そこは悪党どもですから、急いで料理部屋へ駆けつけ、死んだ王里の懐から例の金の指輪だけを取り出して、知らぬ顔をしておりました。こうなると、指輪を持っているのがなんとなく気味悪くなりましたが、仕方がありませんから、 今度は、いやいやながら、セーブが預かることにしました。と、その翌日、またセーブが、真っ先にシナ人の幽霊を見つけ出しました。その時は、ひどい嵐の後で、全員が選手看板に集まって、帆を乾かしている時でしたが、幽霊は、前のように、ありありと三人の前だけにその姿を現し、 前のように手招きをして消えていきました。王里の例もありますから一番怖がったのは指輪を預かっている聖武ですが、その晩からまた聖武の姿が見えません。船中総がかりで探してみると、翌朝になって彼が前哨の帆をたたんでほげたに縛りつけるところの縄でもって首をくくった。 ぶら下ががっっているのの発見されままままました残ったた残岡部中田の二人はますます不安心でたまりませんもう指輪を海へ捨てようかとも思いましたが考えてみるとこれがもし大金に売れた日には2人きりで山分けにできるのですから欲張りの彼らは捨てる気にもなれない今度は岡部が九時にあたって指輪を保管することになりました すると、シナ人のたたりはどこまでも恐ろしいじゃございませんか。気仙がだんだん進行してきて、もう香港の港の美しい東映が目の前へ見えるようになった頃、この岡部のやつがまた幽霊に招かれて、機関室の脇で首をくくってしまいました。 ただ一人生き残った中田の心は察し知られます。さすがの悪党ももういても立ってもいられない。幽霊に手招きされたが最後、嫌でも王でも首くくりとくるので、何でも一時も早く指輪を売り飛ばしてしまうに限ると思いましたから。汽船がいよいよ香港に停泊するや否や上陸して、町から町を駆け回って会う人ごとに、 この指輪を買ってください、買ってくださいと頼みました。けれども、誰でも指輪とスイフとの姿を見比べて、ふふん、偽物だな。大方どこぞで盗んだんだろうと言わんばかりの顔つきをして、一人として買い手がつきません。中田はもう大弱り。こうなったらいくら安くても命には変えられぬと諦めて、 ととうとう20円ばかりでである古道具屋に売っってしまったのですすると間もなく日本の一人の青年が来て100円でそれを買っていきましたここまで一息に話してくると冷蔵君はほっとため息をついてつまり信州丸の友人から利根原君のところへ来たという長い手紙には 今お話ししたようなことが報告してあったのだそうです。その指輪を買った日本の青年と申すのは、無論各有私のことでございます。私の買った指輪が実にこういう怨念のまつわったものだとは夢にも知りませんでした。が、トネ原くんの話を聞いて思い合わせれば、 船の上で私の船室をのぞいて消えたシナ人もその幽霊かもしれませんそれを思うと恐ろしくてたまりませんのですしかし指輪の物語はそれで分かったが利根原という人に書面を送ったというその信州丸の機関長はどうしてそんな事実を知ったのじゃろうと博士はおもむろに聞く。 ああ、それは言い残しましたが、その後、中田という水夫が、帰船の中で大怪我をいたしまして、とうとう死んだそうですが、その臨終の時に、どうか言うわけで、その機関長に残らず白状して死んだのだそうです。なるほど。それもわかった。が、と博士はいかにも疑わしそうな目つきで。だが君はその手紙を、 そのの中に書いいてあった幽霊の出るという事柄を信じまますすかええ私は信じます信じじるについてはそれだけの理由があるのでございます。と冷蔵君はどこまでも真面目な顔で「私がこれからお話しする不思議なことをお聞きになりましたならば先生方もあるいはご合点が参るだろうと思います。 ついでですから、残らずお話ししてしまいます。こう言って彼は膝をすめた。ああ、霊蔵君は、れくんはこれからどんなすごい経験を語ろうとするのだろう。大鏡に移りし死神の怨霊を、思わず体がゾクゾクしてきた。 不思議のお話と申しますのは、鎌倉のいとこの家に起こったことであります。その家の2階の一間に私は寝泊まりしているのですが、部屋には一つの押入れがついています。前にもお話し,しました通り西洋館ですから、押入れの作り方なども二本立てのものとは違い、押入れとは申すものの、まるで一つの長細い小さな部屋と同様で、 戸を開けて人間が一人自由に出入りすることも自由なくらいな広さがあります。で、押し入れですから横手に棚もあれば衣服をかける釘も打ってありますが、おかしなことには一番奥の突き当たりに壁一面の大きな鏡がかけてあることなのです。なぜこんなところにかけておくのかといとこに尋ねますと、この押し入れは 以前は外の廊下へ通じたものですが、家を建て直した時にそこを塞いで、板壁の代わりに大鏡を据え付けたのだそうであります。しかし私は、なんだか気のせいか、いとこが嘘を言っていて、鏡の後ろが廊下などではなく、まだそこに小さな部屋でもありはせぬかと思うような気がしてなりません。それはともかく、 しばらくすると一返事が起こりました。トネ原くんの嫌な手紙を見せられて間もなく、私は用事のために2、3日東京の本宅へ参っていましたが、再び鎌倉へ帰ったその晩です。と、冷蔵くんは何を思い出したのか、次第に声も震えてきて、私は いつもの通り、寝床へ入る前に洋服の始末をいたそうと思い、上着を片手に抱き、片手には手職を照らして押し入れへ入りました。そして、上着を釘にかけ、さて出ようとして、ふと奥の鏡の方を見ますと、驚いたことには、私の右手に持った手職の影が、いつの間にか真っ赤なちょうちんと変わって映っているのです。 私ははっとして、もしや目の間違いではあるまいかとよくよく見ますると、今度はまた跳ね上がるばかりに仰天しました。なぜかと申しますと、鏡には私が映っていなくて、紫色のダブダブした服をつけて、頭巾のような帽子をかぶった、目の大きな恐ろしい形相をした、 一人のシナ人が映っているじゃありませんか。私は一目見るより、これは自分が船の上で見たシナ人だなと思いました。また、トネハラ君の話にあった水夫たちを招いて首をくくらせたのは、このシナ人だなと思いました。さあ、シナ人の怨霊がいよいよ私に付きまとうのだと思うと、 体がゾクして、恨みの縄が、もう自分の首へ巻きついたような気がしました。私はもう振り返る勇気も何もありません。一目散に逃げ出して、戸をぴしゃんと閉め、一生懸命寝床の中に潜り込みましたが、その晩は恐ろしくて、恐ろしくて、とうとう眠らずにやかしました。 が、よくよく考えてみると、自分が指輪を持っているのがいけないのだ。これは、戦中で殺されたシナ人の身元を探してもらって、断然返してしまおうと、こう決心しましたから。翌朝は早速、シナに行っている友人のところへ詳しく手紙を書き、もしこれこれで戦中で殺されたようなシナの豪商のことが知れたら報じてくれ。 指輪をその家族に送り返したいからと頼んでやりました。そして、いとこたちに昨夜の一件を話しましたところが、二人とも、そんなバカなことがあるものかと、目と目を合わせて変に鼻の先で笑うばかりでした。しかし、いとこたちがいかに嘲笑うとも、幽霊は本当に現れたんですもの。しかも、 その夜以来、二度も、三度も、押し入れへ入るたびに、鏡の表がぽっと曇ったかと思うと、またぽっと光って、さっとシな人の姿が映っているのです。おまけに三度目くらいからは、ただ眺めるばかりではなく、私に、おいで、おいで、というように手招きするんですもの。 その怖さったらありません。そして、品の友人からも返事が参らず、家族へ指輪を返すあても耐えましたから、私は思い切って、ある日、指輪オバ、海へ投げ込んでしまいました。それで、幾分安心はしましたけれど、しかし、幽霊はその後とても現れるかもしれません。 私のの話というのはだまあこれだけです。私は夜昼こんな恐ろしい目に遭っているのですもの神経質になるのも無理はございますわい私はひょっとするとあの信州丸の水符のように命を取られるかもしれません冷蔵君はこう言い終わるとまたもや深いため息をつき 心の苦しみに耐えないように我と我が顔を両手で覆ってうつむいてしまった広と弁護士も中沢学士もことに勇む少年もこの長い哀れな物語に痛くも心を動かされて物も言わずに同情の念に打たれていたが一人暮れた博士ばかりは何か考えることがあるらしくじっと瞳を据えてやや長い間天井を眺めていた。 やがて柱時計がチンチンチンと午後3時を打つ。と、冷蔵君は急に腰を浮かせて。あ、もう3時今日は用事があって5時までにぜひとも鎌倉へ帰らねばなりません。思わず長話をいたしました。キロトさん、それではいずれまた改めて伺ってお教えを請うことにいたしましょう。 と立ち上がった博士も弁護士も止めたけれど聞かないやむを得ず博人弁護士は鎌倉まで送っていくことにして二人は博士らに別れを告げて出て行った博士はしばらく二人の後ろ姿を眺めていたがあああの青年を今日鎌倉へ返すのは危ない敵の包囲中へ投げ込むようなものだ と、独り言を言いながら、さもさも心配げの顔つきをして、部屋の中を歩き始めた。勇少年と中澤学しには、何のことやらわからない。おそらく博士の他には、誰にもわからぬであろう。指輪のたたりが悲惨の最後。ああ、ついに冷蔵は死んだ。 それから三日目の朝、博士は鎌倉から出した広戸弁護士の電報を受け取った。急いで開いてみると、霊蔵を自殺す。すぐ来てくれ。とあった。ああ、心配した通り。惜しい青年を一人命を落とさせてしまった。 と嘆きながら、一方では急いで中沢学士に支度をさせ、二人で品川停車場へ車を飛ばせた。そしてその朝の十時頃には、もう鎌倉の冷蔵君の遺体へ着いていた。広戸弁護士の話すのを聞くと、冷蔵君は夕べついに、押し入れの鏡の前の高い欄間に紐をかけて、くびれ死んだのだそうだ。夜中のことで誰も気づかなかったが、 今朝見ると机の引き出しに一片の紙切れがあって「僕はとうとう幽霊の品人に招かれましたから行かねばなりません」「さらばひろと様」と鉛筆で書いた短い書き置きが現れたのだそうだこの家の主人古田森夫と利原とはゆうべからどこかへ遊びに出たままいまだ帰っていない雇いばあさんが一人でまごまごしていた 3人は2階に上がっていろいろと後始末を相談し始めたが博士はまず冷蔵の部屋へ入ってその死体を調べ出した死体は首をくくって自殺したという痕跡のほか別に怪しいところもない夜昼神経を悩まされていた痩せた青白い顔が眠るがごとく死んでいるいかにも哀れだついで博士は2人と共に押し入れへ入ってみた なるほど、奥の薄暗いところにある鏡の水のような面に三人の姿がぼんやりと映る有様は気味が悪い。とにかく素敵に大きな鏡で高さは七尺余りもあろうか、床から一尺ぐらいの高さを置いてしっくりと壁にはまり込んでいる。そのはまり具合がいかにも壁の向こう側から押し込んだようにも見える。 博士は鏡に近寄っててと見つめていたがやがて右手を伸ばしてその面をパンと弾いてみた今度はローマッチを吸って鏡に映る光線の具合を調べたり自分の方を押し付けてみたりしたそれが済むと博士は何かうなずきながら再び冷蔵君の部屋に戻り二人をそこに残しておいてどこかへ出て行った。 まもなく、いとこの森尾がぶらりと帰ってきた。森尾は、広と弁護士から夕べの始末を聞かされると。え冷蔵が死んだそれはそれは、とんだことを。と驚いて悲しいような顔をしたが、なんだか真から悲しくもなさそうだ。が、 東京から暮れた博士と中澤学士とが来られていると告げた時には少し顔色を変えて困ったという目つきをしたこの時博士はいつの間にかこの部屋に戻ってきて森尾に知れぬように中澤学士の後ろに立っていたそして学士の耳に口を寄せて森尾を押し入れの中へ連れて行ってみなさいと囁いたと思うとまたネズミのように素早くいずこかへ消えてしまった 助手は何か博士にたくらみのあることを察したから「古田さんともかく冷蔵君のくびれた跡を見ようじゃありませんか」としかめっ面をして渋っている森尾を無理に進めて押し入れの中へ入った一歩入るか否や森尾は何に驚いたのかはっと叫んで飛び出した弁護士も助手も一時はびっくりした 鏡には、その前に立っている人間の影が映らないで、霊蔵君が見たという紫色の服を着けた頭巾のような帽子をかぶったシナ人がいて、ものすごく映っているのだ。中沢助手は、母は、はあ、これは博士の仕業だなと悟ったから、試みに森尾の顔色を見ると、彼はこの驚きに気でも転倒したのか狂人のような笑い方をして、 変に顔中をしわくちゃにして目をパチクリさせているところへ利根原が少し酒に酔ったのか赤い顔をして帰ってきたどうしたんだ森尾君こんなに大勢でガヤガヤして「利原君大変のことができた」と森尾はやっと口を開いたゆうべ冷蔵が首をくくっちまった そして不思議なことには君、押し入れには、あのシナ人が出ているぞあのシナ人がはあ、そんなはずない。と慌てて押し入れを覗いてみたが、まだ消えずに映っている鏡の幽霊が目に入ると、うむ、と苦しそうにうなっただけで、そのまま室外へ出ていった。 クレタ博士の海峡探偵いやあ幽霊のシナジ人そっくりだ入れ違いに呉田博士は何食わぬ顔をして入ってきた博士が入ってくると不思議にも鏡の幽霊は消えていた「いいものを見せるからおいでなさい」と広戸弁護士に言ってから中澤学士に向かい 君だけはこの押し入れに残っていてくれ。そして今に鏡に何が映るか見ていてくれ。こう言って博士は弁護士を連れて廊下へ出て西へくるりと回るとそこに一つの部屋がある。いきなり博士はその部屋の戸を開けた。これは冷蔵君の部屋とは背中合わせになっているらしい部屋である。何です、しっけえな 人の部屋へ無断で入るということがありますかと中から怒鳴ったのは、トネ原であった。博士は構わずつかつかと進み、一方の壁の戸の方へ歩み寄った。それがやはり押し入れの戸らしい。そして引き手に手をかけながら。無断で入る理由があるから入ったんじゃ。拙者らは警察官が来る前に、 いささかこの部屋を取り調べる必要があるからそう心得なさい。と、おごそかに言った。トネハラはさっと顔色を変えて無念そうに唇を噛んでいたが、物をもいわずダットのようにいずこかへ飛び出していった。さあ、ここに手品の種があるからご覧なさい。と言いながら博士は戸を開けた。 果たしてそれは一つの押し入れであった。見ると弁護士は、いやあと思わず立ち止まった。驚くのも無理はない。押し入れの釘には今鏡に映ったシナ人と同様の紫色の着物だの、房のついた帽子だの、ちょうちんだの、目のぎょろりとした面だのがずらりとかけてあるのだ。 博士は手早く洋服の上にその品服をつけ、帽子をかぶり、面をかぶり、ちょへ火をつけて右手に高く上げてみた。ああ幽霊の品人そっくりと弁護士は手を打った。品人の出所はこれでお分かりだろう。次には鏡の種明かしじゃ。と、なお奥に進み、 右手の壁に垂れた黒い膜を引くと驚くべしその壁には一面の大きな鏡がやや斜めに据え付けてあった次に博士は突き当たりの板壁らしいところをトントンと手で叩いてみせこれが冷蔵くんの部屋の押し入れにある鏡の裏に当たるのですちょっと見るとこの鏡は据え付けのようだが なかなかどうして実にうまいからくりにできている。それ、このひもをちょっとこうひくと、鏡が少し動き出すから妙じゃ。機械、機械。壁にうで引っ張ってある一本のひもを引くと、大きな鏡は音もなく斜めに動いて、今新たにこっちの押し入れの壁際に発見した鏡と平行するようになった。 こうしたところを見ると、この押し入れと向こうの押し入れとは通じているので、その間にこの動く鏡が仕掛けてあるのである。こう検査をしてみれば、不思議でも何でもない。かように品服を着た奴が、ここにちょうちんを持って、こう立っているとするのだ。すると、この壁の鏡にご覧の通りその姿が映る。さて、 向こうの押し入れに冷蔵んでも誰でも人の入ってきたのを推察してそっとこの紐を引くと中央の鏡が少しく回転するするとこっちの鏡のシナ人の姿がその大鏡に映るわけだけれども向こうの押し入れにいる人間にはこっちの鏡やシナ人が見えぬから まさかこんな巧妙な仕掛けがあろうとは気づかぬ。一途にシナ人の幽霊が出たものと信じて震えるのじゃ。<laughs> と、博士は大口を開いて笑ったが、一段声を高めて。どうだ、中沢君。そっちの鏡に幽霊が映っていようが。はい、まさに映っています。 と向こうの押し入れに残っていた中沢学士の答えが聞こえる弘人弁護士はただもうあっけに取られてしばらくはぼんやりとして眺めていたがようやく気がついてどうも驚きましたさすがは先生のご警眼ですこれで幽霊の正体はすっかりわかりましたですが一体誰が何の必要があってこんないたずらをしたんでしょう このために、冷蔵君は神経を痛めて、とうとう首をくくったじゃございませんか。さようさ。首をくくらせるためにわざわざ仕組んだことかもしれぬ。ちょっと聞きますが、冷蔵君が死んだために一番利益を得るのは誰ですかそれは、この家の森尾君でしょう。冷蔵君が死ねば、 道君が継ぐべき春日家の莫大な財産は他に弟もありませんからまず最も謹慎ないとこたる森生君のところに転げ込むでしょうからでは今回の事件の首謀者は誰であるか大抵推察ができましょういや森生という人よりもこんな悪い企みを考え出すのはきっとあの利根原という男であろう あれは私の目から見るとなかなかの悪人じゃ。冷蔵君から指輪の話を聞いてから、その神経質なのを利用して、水夫の因縁話などを作って聞かせ、おまけに、このような幽霊の仕掛けまでして、ういの青年を殺すというのは、実に憎むべき大悪人じゃ。では、まったくあの二人でもって、 春日家の財産を横領しようと企てたのですな。と、弁護士は真っ赤になって怒り出した。哀れなのは冷蔵君。けしからぬのは森尾と舎原。自ら手こそ下さね、冷蔵君を殺したのも同様である。ひとつ捕らまえて、ひどい目に合わせてやりましょう。と、 弁護士と博士と中沢学士とがそろって森尾の部屋へ侵入した時には森尾と利原とはもう鎌倉から逃げ出した後であった二人はその後どこをどう逃げ回っていたか米国へ渡ったという噂であるかくて呉田博士の名声はますます都下に喧伝せられて新聞や雑誌は争って博士の探偵苦心談を載せ これまでの博士の功績を褒めたたえた。